GR プリウスを買ってから2年経ち、車検の時期となりました。台車で一晩だけ来たのは、三菱の EK ワゴン。内装のデザインが可愛いですね。プラスチックだけど、愛らしさがあって、エアコンの操作系もオシャレ。というか、ふざけてんのかこのシート。横 G へのサポートが一切なくて、インターチェンジの急カーブで、体が射出されそうですね。左右移動楽ちん設計のために、カップホルダーはドアへ。独創的で、年代も感じるプラスチックでいいですね。左後ろがスライドドアだけど、このボタンは何をするんだ。旧車の廉価グレードだからか、プッシュスタートなんてものはない。入れ間違えそうな上下シフトには、2と L の文字。そう、CVT じゃなくて、多段式 AT なのです。多分4速なんじゃないかな？むっちゃエンジンうなるよ。これなんだろ、灰皿？シガーソケットもあるけど、そういえば禁煙とは言われなかったな。台車のくせに ETC やるんだな。もちろん主はタバコ吸わないぜ。変に乗り回して事故っても嫌なので、台車は自宅と店との往復にしか使わない派です。パワーウィンドウスイッチも、古くて安い車って感じがいいですね。左後ろだけ窓開かないんだな。ブレーキ周りは錆気味だけど、パッド残量は十分にありそう。スタッドレス装着で、空気圧も正常っぽくて、イエローハットでお借りしたのですが、この台車、整備状態はかなり良さそうだ。錆びてるけど段はないな。ちなみにブレーキ動力 30% くらいは、踏んでもスカスカで反応しません。加速もゴミだけど、減速性能もしょぼすぎる。軽さ自体はあるのに、660cc ノンターボは悪魔の所用だぜ。高速道路の合流とか安全にこなせないだろ。グリップ外れちゃってるやん。まあどうでもいっか。ちなみに外装はピッカピカで、洗車されてる感じが素晴らしい。年代いってそうなファブリックシートなので、ファブリーズは吹きかけておきましょう。6.7 万キロだったかな。まだまだ頑張ってほしいですね。一つ言えることは、ガンガンに遠出するつもりなら、軽はやめとけ、最低でもターボにしろ。ボディに剛性感がなくてブレーキ効かなくて足回りふにゃふにゃでシートにホールド性なくて、こういうので飛ばすやつが事故るんだよな。おじいちゃんおばあちゃんが時速40キロで後続を渋滞させ、高速道路の本線に50キロ以下で合流しようとして、失敗して奥の方で急ブレーキ踏む。そういう車だな。見るからに設計速度低いくせに、足回りはバッタバッタ跳ねて、田舎の移動用の軽って感じです。ちなみに外側に反して、内側は遺跡発掘みたいに汚れまくっていました。せっかくなので、掃除して返そうと思います。水分が電装品のショートの原因になったら嫌だし、バッテリーのマイナスを外すのも気が引けるので、慎重に進めましょうね。ホコリっぽいのが取れて、樹脂パーツが黒光りするような、そういう状態を理想として進めます。クーラントのキャップのところ見てよ。私みたいに中身が年取っちゃってるやんけ。ヘッドライト上部も砂まみれじゃないか。綺麗なのは外見だけか？私そういうの嫌だからおとなしくしてろ。ただまあ、消耗品交換というか、基礎的なメンテナンスは、かなりちゃんとしてる印象だったな。台車だからと妥協せず、イエローハットの第二の顔として、最低限やっとこうって感じ。バッテリーの状態も良かったですね。放置されてるか、足としてエンジン始動連打を食らってるか、その可能性があるので充電してあげようと思ったら、まさかのバッテリー残量、フル表示でしたよ。プリウスより補給バッテリーいいじゃねえか。というわけで、手が届くところは一通りやっておきました。バッテリーの上部も、エアクリボックスも、ヒューズボックスも、クーラントだかウォッシャー液容器も、見違えるほど綺麗にできたと思います。ぶっ刺さってるのは O2 センサーですかね。前から出すんですね。今のところのシールも、はっきりと読み取れるようになったな。バッテリーのプラスのキャップも、赤々としています。ヒューズボックスのトップも、黒さを取り戻しましたね。ここら辺のボディ部分も、できる範囲でやっておきました。代車代を請求されてないので、これくらいはやらないとね。ちなみに86を契約したので、車庫証明のために隣を片付けたぞ。ボンネット裏も一応はやったけど、ほぼ変わらなかったな。あとはまあ、水性のタイヤワックスでも塗っておこうかな。水性なので、劣化防止剤へのダメージにはならないはずです。外車を、ワイは外車を乗ってるけど。怒涛の外車アピールで草。カーセンサーで100万しなかった C クラスに、どこのかわからんタイヤ履かせてるんやろな。表面を洗ってはいないけど、黒々としましたね。まあタイヤ保護的にはノータッチがいいと思う。ここら辺の白っぽくなった樹脂にも、お気持ち程度に塗っておこうかな。まあ長持ちしないけど。ミラーの付け根と、何よりも劣化がひどい、リアワイパーも塗り込んでおこうか。逆に変なムラになりそうですけどね。やっぱりムラっぽくなっちゃったよ。撮影外で、もうちょっと綺麗に塗り込んでおきます。白化した樹脂にタイヤワックス塗ったところで、意味ないんだよな。最後に内装の方にも、新しいマイクロファイバークロスで、軽い拭き掃除をしておきました。お気持ち程度に、プラスチックの黒やエアコンパネルの発色が、鮮やかになったかな。残すはガソリン満タン返却、2年後はユーザー車検に持っていくかな。はい、ご視聴ありがとうございました。